今回はね、青じそ、青しそ、大葉って呼ばれたりもしますね。これのね、育て方をね、やっていこうと思います。まあ、しそ科の植物なんですけど、確か連作障害はなかったような気がするんですが、メモしてないな。確かなかったから書いてないんじゃないかなと思います。pH はね、6.0 から 6.5 っていうことでね、若干は酸性に強い弱酸性ぐらいでも大丈夫なんですが、まあ基本的には中性という感じになってます。で、生育適温がね、20から25度ぐらいっていうことでね、で、あと発芽がね、22度以上っていうことなので、暖かいところだと3月下旬ぐらいから種まきできるんじゃないかなと思います。で種まきするときはね、種をね、水にね一晩つけておいてから種まきした方がね発芽しやすいと思います。であと好光性種子なので、覆土をねあんまりたくさんかけないように、土をね種の上に土をたくさんねかけちゃうと光が当たらなくなって芽がね出にくくなりますので、好光性種子なのでね、まあ、できるだけ薄く土をかけるようにしてください。かといってね完全に上にね出てる状態だと水やりをした時にね流れちゃったりだとか、あとは乾燥しやすかったりするので、うっすらかけてあげるといいと思います。でもちろんね種をね深く植えるわけではないので、あんまりね強い水をねジャー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 かけちゃうと流れてしまいますので、まあできれば霧吹きとかでね最初のうちは水やりをしてあげた方がいいかなとは思います。で苗がね出回るのは4月から5月ぐらいかなと思います。で多湿をね好んで乾燥を嫌うっていうことなので、表面がね乾かないように水やりをしてあげるとねいいんじゃないかなと思います。夏場なんかはねどうしても表面乾いてきちゃったりするんですが、普通のね、植物よりは多めに水やりしてあげるといいんじゃないかなと思います。まあ夏場だったら朝夕2回あげるとかね、そういう感じで育ててあげるといいんじゃないかなと思います。であとね日当たりなんですけど、まあ日光をね好むので日当たりのいい場所っていうのがいいんですけど、夏場にね日当たりのいいところ、直射日光がガンガン一日中当たってるようなところに置いておくと、葉っぱがね硬くなったりだとかして、ちょっと食べた時にね食べづらい感じが出てしまうので、半日陰にね移してあげるとか、あとはねちょっとした日陰にするようなネットとかね売ってますよね。ああいうもので少しね日光を和らげてあげるといいと思います。で、まあ、根っこはねそんなに深く張らないので、65センチプランターとかでも大丈夫です。65センチプランターだと3株ぐらいかな、株間が15から30センチっていうことなんで、まあ、3株ぐらい植えても大丈夫なんじゃないかなと思います。で、まあ、鉢に植えるんだったらね、15鉢ぐらいから植えるといいんじゃないかなと思います。で、鉢でね、植える場合なんですけど、まあ、鉢植えだとね、ある程度大きい方がいいんですけど、まあ、小さくても7号鉢ぐらいあれば大丈夫かな。まあ、でも、結構旺盛に育ちますんでね、できれば15鉢ぐらいあるとね、地上部が大きくなってもね大丈夫なんじゃないかなと思います。で、まあもちろんね多湿を好んでね乾燥を嫌うっていうことなので、もし浅めの普通の65センチのね普通のプランターとかに植える場合だとマルチングをしてあげた方がいいと思います。まあ通常でもねマルチングした方がいいとは思うんですが、特にね浅い容器で植える場合なんかはマルチングをねしっかりしてあげた方がいいと思います。まあもちろんね下から出てくるような植物ではないのでビニールでもいいですし、まあもちろん敷きわらだったりとかピートモスだったりとかバーク堆肥でも大丈夫です。まあどれもね手に入らないよっていう場合には新聞紙でも大丈夫です。であと育て方なんですけど、こうやってねたくさん生えてる場合も見えてないか、こうやってね一鉢にね
いくつも生えてる場合もあるんですが、これだと3本ぐらい生えてるかな。これはね、分けないようにしてください。分けちゃうとね、傷んじゃうので、これだと 4つのね、連結ポットに植わってるので4株取れるというふうな計算をした方がいいと思います。で、いらないやつはね、根元からパツンと切ってください。根元っていうか株元ね、株元からハサミで切ってあげてください。で、育て方なんですが、仕立て方っていうのかな、この節ね、葉っぱが出てるところが5つぐらいになったらね、摘心って言って先端をプチッとつまんで、まっすぐ伸びるのをね、止めてあげてください。そしたらね、脇芽がたくさんこう伸びてきますんで、脇芽をね、育てていくといいと思います。で、あとね、その後はこの草丈っていうのかな、地上部の高さですね、これが30センチぐらいになったりとか、あとは本葉が10枚ぐらいになったらかな、収穫ができると思います。で、収穫するときはね、この葉っぱだけを取るようにね、してもらうといいかなと思います。適当にブチブチちぎっちゃうとね、この先端の伸びる部分とかを取っちゃったりすることがあるので、それはね、気をつけて葉っぱだけをね、取ってもらうといいんじゃないかなと思います。で、どん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 摘み取っていくとね、脇芽がどん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 出てきますので、食べない時でもね、あんまりにも長い間放置せずにね、ある程度取ってあげた方がいいと思います。で、病害虫なんですが、アブラムシとかベニフキノメイが肌にっていうことなんで、ダニとかアブラムシっていうのは目で見えますんでね、ベニフキノメイがっていうのがよくわかんないんですが、多分ガなので、イモムシなのか、ガ本体が来るのかっていうことだと思います。で、どれもね、目に見える虫なので、テープでね、取ってあげたりだとか、手でね、こういう風にこすってね、落としてあげるっていう風なようにしてあげてもいいと思います。ただ葉っぱをね、食べる部分なので、傷まないようにね、気をつけてあげればいいんじゃないかな。どうしても気になるっていう人はね、農薬をかけてもらえばいいと思います。農薬ってあるのかな、調べてないです調べてなくて今言っちゃった。多分青じその農薬もあると思うので、かけてもらうといいんじゃないかなと思います。どうなんだろうね、あるんだろうか。あると思うけどね、商業的に生産されてるものなので、多分農薬とかはあると思います。で、あと追肥なんですけど、収穫がね、始まってから、もしくは始まるちょっと前ぐらいからね、2週間に1回ぐらいあげてあげると、あと収穫が終わるまでね、ずっと2週間に1回ぐらい液肥をあげるといいんじゃないかなと思います。で、最後になっちゃったんですけど、で、青じそをね、育てる時のね、ポイントっていうのは一つだけあります。今ね、これ3つぐらい生えてると思うんですが、この中でね、葉っぱを触ってみて香りのいいものを残してください。もちろんね、あんまりにもひょろくて、これちょっと育ちそうにないなっていうのは先に切っちゃっていいんですけど、どっちにしようかなって迷ってる株は、触ってみて匂いのいいものっていうのを選んでください。これは先天性のものなので、後で肥料をあげたからとか、土をね、環境のいいところに植えてあげたからといって良くなるものではないです。生まれ持った性質なので、できるだけ香りのいい株っていうのを残して育ててあげると、香りのね、いい香りのする青じそっていうのが楽しめると思います。間違えてね、逆に匂いのね、少ない株をね、残しちゃった場合っていうのは、もうずっと香りの少ない株っていう葉っぱになってきますので、そこだけね、注意してもらえればいいんじゃないかなと思います。で、中にはね、そういうのを知ってて買う時にね、こう触っちゃう人もいるんですけど、これもね、葉っぱ傷んじゃってるんですけど、こうつまんであるんですよね。こういうのはね、ほんとやめてください。自分が買う時にね、ボロボロになってる苗買いたくないですよね。もちろんね、それ売れ残っちゃったらお店にも被害になりますんで、買う前からね、あんまり葉っぱを傷めるっていうのはやめてください。めくってね、ちょっと香りを嗅いでみるとか、そのぐらいだったらね、なんとか
傷つけないようにねしてあげるといいのかなとは思うんですが、まああんまりね買う前から植物をベタ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 触るっていうのはちょっとやめた方がいいかなと思います。ということでね、今回は青じそのね育て方っていうのをね、話してみました。この動画面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もね、いただけると嬉しいので気軽に書いていってください。